熊谷市は埼玉県の北部に位置するし人口は約19万人であり、県内9位である。首都圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域となっている。埼玉県北部地区で最大の人口数を誇り、北部の経済の一大拠点であり、特例市、業務各都市、景観行政団体、特定行政庁に指定されている。江戸時代には、 中仙道の宿場、熊谷宿が置かれ、宿場町として栄えた。現在でも市内には、国道17号をはじめとする4本の国道、9本の主要地方道、上越新幹線をはじめとする3本の鉄道路線が通過しており、交通の要衝としての役割を果たしている。また人口は、県内第9位であるが、農業産出学県内第2位、商品販売学県内第3位、 製造品出荷額圏内第4位であり、埼玉県北部における経済上の一大拠点を成している。2005年10月1日に、熊谷市と大里郡名沼町、同郡大里町が合併し、新たに熊谷市が設置された。また、2007年2月13日には、大里郡江南町を編入し、埼玉県北部では、初の20万人都市となったことにより、 初手続きを経て2009年4月1日に特例市の指定を受けた。1990年代以降、夏の気温の高さが全国的に知られるようになった。首都の東京に近く、歴史的に古くから熊谷という地名が知られていることも相まって暑い街としてメディアに取り上げられる頻度も高い。熊谷の発音に関して主に平らな発音と間にア,アクセントをつける。 発音の2種類が混在している。この件に対し、2019年当時の富岡、清志市長は、平らに発音するのは、以前からの地元での慣用、間にアクセントをつけるのは、共通語的。現在の市民にはどちらも、自然に受け入れられており、慣用的な呼び方を大切にしたいが、それぞれ親しみのある呼び方をしてほしいとし、平らな発音を大切にしつつも、 それを生として統一する考えは持っていない。夏場の高温、猛暑に関する多くの最高記録が観測されている。このように、熊谷が高温となるのは、海風に乗り北上してくる、東京都心のヒートアイランド現象により温められた、熱風とフェーン現象によって温められた秩父山地からの熱風が一般的に日中の最高気温となる午後2時過ぎに、 同市の上空付近で交差するためだと考えられており、熱風の交差点と呼ばれることもある。冬場においては、冷たく強い北風が吹くとともに朝は、氷点下まで冷え込む日も多く1月の平均最低気温は低く、摂氏0.7度となっている。ただし、この数値は、埼玉市の低、摂氏1.5度より高く、越谷市の低、摂氏0.5度に次いで、 県内では2番目に高く、都内でも府中市の低く、摂氏0.9度、千葉県内でも桜市の低く、摂氏2.0度より高く、東京都心に近い都市とさほど変わらない。これは赤木おろしのフェーン現象により冷え込みが抑えられるためである。さらに、昼間は摂氏10度前後まで上がることも多く、内陸にありながらも冬の気温は高い。 1>, 1月の平均最低気温は1961から1990年平年値の低、摂氏1.8度より大幅に上昇している。雪の降る日数も赤木おろしの平ン現象により比較的少なめであるが、平成26年号節にて、熊谷市では最大積雪量6 2トルを記録し、 これまでの最大積雪量であった43センチメートルを大幅に上回る記録を出し、近隣の深谷市や行田市とともに、農業用ハウスや店舗、彩りの国熊谷ドームの屋根や窓が破損し、農作物に甚大な被害を被った。年間の平均気温は摂氏15.0度、平均降水量は1286.3ミ、mm、リメートル、平均風速は秒速2.4メートル、 平均日照時間は二千四十二点一時間で一年のうち最も日照が多い地域の一つである。また、九百十七年六月二十九日の午後五時頃、当時の長井村では直径二十九点六センチメートル中条村今井地区では重さ三点四キログラムもの巨大な氷が降った。これは当時の熊谷速攻所の調査によるもので、今まで観測された中では、 世界一の大きさであるとされる。市内には熊谷速攻所から発展した気象庁、熊谷地方気象台がある。熊谷市中心部周辺の空中写真。市街地の南を荒川が南東方向へ流れる。1990年撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。埼玉県の北部。 荒川線上地の東端に位置し、県庁所在地である埼玉市から北北西約4 5トル東京都心から北西約6 0トルの距離にある。地域の約3分の2が北端の利根川と南側の荒川とに挟まれた地域であり、他約3分の1が荒川の南側に、残りの一部が利根川の北側にも及ぶ。 この内荒川佐賀に接する地域に中心市街地がある。そのほとんどが荒川や利根川によって形成された中石平野であり、豊かな自然や肥沃な大地、また豊富な地下水を有する。ただし、荒川以南の一部地域は引き給料に含まれる。また、市内からは西に秩父山地を北に赤城山を仰ぐ。市内最高地点は串引き大地に位置する山が、 シリカンノミ山の標高83.3メートル。なお、当時の平坦なエリアは、北西、南西方向の山地、丘陵に加え、南東方向にも大宮台地があることから、盆地であると誤解されることがあるが、正しくは、目沼定地と呼ばれる定地の一部にあたる。かつての旧華道を県境としたため、現在、利根川右岸にある、市中心域から利根川を挟んだ砂岩に、 目沼小島地区があり、集落が存在するが、市内と直接、利根川の対岸へ渡る橋がない単独孤立地区となっている。この地域へは、大田市の刀水橋を渡るルートで入るなどするため、陸続きで隣接する群馬県を大田市との結びつきが強く、域内は、水道、電気、固定電話などライフラインの多くを大田市側に依存している。 大田市への編入を望んでいる住民がいる一方、長い間埼玉県だったためこのままで構わないという意見もあり、旧目沼町議会で陳情書が否決され、熊谷市としても認めない方針である。大田市は正式に申請があれば認める方針を示しているが、受け入れる側の立場としては働きかけ等できないために、生還している状況である。なお、 利根川ー岸にも、大泉町大技戦国、大技古海の一部敷地、千代田町大技舞機といった対岸の自治体地域があるが、こちらは居住者がいないため特に問題にはなっていない。戦場地の先端であることから、伏流水を井戸などで、得やすく、利水しやすい土地である。市内、区下付近を流れる元荒川には、環境庁のレッドデータブックで、 絶滅危惧種に指定された、武蔵富与の世界唯一と見られている生息地があり、市内の小中学校の児童や生徒などによって保護、繁殖活動が行われている。なお、武蔵富与は埼玉県の天然記念物並びに県、また熊谷市の水道水は他の同規模の都市と比較して味が良いことで知られる。 厚生省の美味しい水研究会が行った調査によると、熊谷市は国内において水道水が美味しい都市32のうちの一つに数えられている。これは市内に供給されている水道水の約7割が市内の井戸より汲み上げられた水であるために、塩素化合物による消毒が軽度で済むこと、地下水がミネラル分を多く含み、比較的香水に近いことなどが理由として挙げられる。 なお、市の水道庁舎では、地下水の減水、連生の泉を支援することができる。地名の由来熊谷という地名の起こりには、諸説ある。いずれの説も、平安時代後期にはすでに地名となっていたと、推測される。古代の武蔵国大里軍軍下京、八木ー号の地である。古代から近世にかけての熊谷地域は、上記の大里軍のほか、良郡、埼玉郡、 オブスマ軍に及ぶ。平安時代、新郎人国制度により、官武兵士高持王の子である村岡五郎がこの地に下校、地元豪族と通じて土着し、坂東兵士に代表される関東の兵士の祖となったという説がある。中世には熊谷市をはじめ、訓下市や奈良市など多くの武士団が起こった。特に、自称、 呪影の乱時の熊谷直実が有名であり、熊谷氏の名字も地名の熊谷が由来となっている。後に、地名の読みは熊谷ではなく、熊谷と解消した。江戸時代のこの辺りの地域は、お師範寮や幕府寮、旗本寮が複雑に入り組んでいた。また、中仙道の宿場、熊谷塾が置かれた。明治に入り、廃藩置県が行われる中で、 入間県と群馬県の合併により成立した熊谷県の県庁所在地となり、地域の中心都市として発展した。明治以降の熊谷周辺の使用地主、指定の認職家は、東部の野原や、馬場や、西部の小林屋、津久屋、南部の黒田や北部の石坂や山下や、源南河原の地区の田畑や大畑地区、原島の清水屋等が挙げられる。以後、これらの名家からは、 国会議員や市長、地域の養殖者、文化人、教育者が排出されている。例えば、石坂洋平や黒田海之助も含まれる。熊谷地域にかつて存在した各自治体に関しては、それぞれの項目を参照すること。明治初期における熊谷駅の町名、現存のものも含む。他にも通称の町名などがあった。弁天町や文化町。 乙女町元町など、1920年の第1回国勢調査人口で、当時の熊谷町は22,282人を記録した。これは国内150位、県内では川越町に次ぐ2位であり、県庁所在地の浦和町の約2倍の人口を有していた。市の人口はほぼ均衡状態にある。なお、 出生と死亡はほぼ同数である。2007年度予算2006年度決算がさ晴ればれ、熊谷流熊谷は改正率が高く、夏の最高気温も高い傾向にあり、これを逆手にとって、町づくりに活かそうとする企画である。もともとは、口実の厚いぞ。熊谷が単独で展開されていたが、2007年に、マスメディアによる取材も増え宣伝効果も高まっていた。中、 当時の観測周辺日本最高気温の摂氏40.9度が記録され市民にも被害が出たためヒートアイランド対策推進都市を宣言2008年度より本格的にヒートアイランド対策にも力を入れることとなりあっぱれ熊谷流が生まれた暑いぞ熊谷は2006年度より開始している事業で 人の暑さにもつなげた街づくりを目指し、市民などから企画を募集し、その支援を行う。工術の雪熊もその一環である。また、マスコットキャラクターとしてアペーがある、立正大学と共に暑いぞ、コムを立ち上げた。ヒートアイランドとして対策は、舗装に遮熱性塗料を塗る、冷却ミストの設置、熱中病予防対策の発信などが行われている。 前述の岐阜県田地美市、高知県四万都市とは、新旧の日本一暑い町同士として、熱中症対策の共有や、暑さ勝負などの連携を行っている。四万都市に最高気温の記録をダッシュされてからは、気温の高さで競うのではなく、熱中症対策をさらに重視するとして、暑さ、対策日本一を掲げ、より市民の安全を最重要視した。 各種対策を官民連携で実施しており、熱中症予防声掛けプロジェクト一ずみアワードにおいて、トップランナー賞などを5年連続で受賞し、暑さ対策日本一を有限実行している。桜の町日本桜名所100選に選ばれており、毎年、熊谷桜祭を開催している荒川の熊谷、桜包みはじめ、桜の名所が多数ある。熊谷運動公園の愛称として、 熊谷桜運動公園を設定し、また、同公園陸上競技場をメインスタンドとする熊谷桜マラソン大会を毎年開催している。旧熊谷市時代は熊谷青年会議所により桜の大使を任命し、桜の町としての PR 活動が行われていたが、最近は行われていない。スポーツ熱中都市2006年7月に宣言した。 市内の県営、熊谷スポーツ文化公園内に、ラグビー場が設置されていて、各種大会が開かれており、ラグビータウン熊谷と名乗っており、ラグビーワールドカップ2019開催地に県と合同で立候補し、12都市の一つに選定され、開催に向けラグビー場の改築を行い、これまで以上の規模の試合が開催できるようになった。熊谷スポーツ文化公園には、 陸上競技場も設けられているほか、市営の熊谷運動公園もあり、この2公園にて定期的に実施される大規模なスポーツイベントには以下のものがある。グライダークズ和田地区の利根川河川実機には目沼、滑空場があり、日本学生航空連盟の関東地区におけるグライダーの活動拠点として使われている。毎年グライダーフェスタを開催している。 2006年はインターネットなどで広報した結果、昨年に比べ来場者が約2000人増えたという。熊谷市交通バリアフリー基本構想2004年に彩りの国間心国体が開催された後、第4回全国障害者スポーツ大会が開催されたため、その準備、整備過程でバリアフリーに対する意識が向上、研究が盛んとなった。 その一環で実用に至ったのが、車椅子でも、交差点における歩道の段差を超えやすくした、熊谷道ブロックである。2005年度毎日、地方自治対象優秀賞も受賞した。熊谷駅前防犯センター安心館近年、市の玄関口といえる熊谷駅周辺は、犯罪、風俗店の進出などで治安が悪くなっていた。この対策として駅近くに、 熊谷駅前防犯センター安心感を設置、市民ボランティアによるパトロールを支援する。また、私立図書館文館を併設することにより、近辺に風俗店を出店できないようにした。西川口が B 級グルメの街として生まれ変わろうと努力しているように、熊谷も風俗店の存在が周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう様々な対策を講じている。 迷惑喫煙対策熊谷駅周辺、鹿原駅周辺は、路上喫煙マナー条例により、駅周辺での喫煙を禁止しており、代わりに、エリア内には喫煙所がいくつかある。なお、マナー意識向上が目的であり、現地に係員を配置しての直接的指導は、行っていないが、それゆえに最近マナーの悪化が指摘されており、喫煙所の撤去依頼が、市に寄せられている。 ハートフルミーティング原市長は、ハートフルミーティングと称した地域自治体単位で住民と直接話し合いをする機会を設けている。テクノグリーンセンター構想産学連携などを目的として県と一体化して進めていた事業。国道17号と市道、市役所通りの交差点の一角、約7440平方メートルの土地を取得したが、その後、 県側の財政状況の見直しなどから整備が半凍結状態となり、空き地だけが残されている。一時、半分を熊谷コミュニティ広場として整備し、フリーマーケットなどに使われていたが、現在一般貸し出しを停止し、市のイベント等で使用しており、ラグビーワールドカップ2019のファンゾーンとしても活用された。また、転用について調査したところ、十五回程度のマンション、 小規模ショッピングセンター程度しか需要が見込めないとの結果が出て、市は厳しい状況として、さらなる検討を進めている。都市宣言、比較平和都市、交通安全都市、人権尊重都市、男女共同参画都市、スポーツ熱中都市、ヒートアイランド対策推進都市を宣言している。熊谷市新前大使2011年4月1日付で、出身。 ゆかりがありかつ、現在市内に居住していない著名人に対して、親善大使を任命し、熊谷市の魅力を PR してもらう。3年間の人気とされていたが、2018年現在も、親善大使として扱われている。一家の5人が任命され、これまで増減はない。熊谷市は、熊谷市、大里郡マ沼町、大里郡大里町が、平成の大合併の一例として、 2005年10月1日に新たに合併してできた市である。さらに2007年2月13日には大里郡港南町を編入した。港南町の合併により特例市指定要件を満たしたため指定を受ける別手続きを行った。合併と特例市指定への経緯編集2001年大里は一つを合言葉に市長小林和夫と深谷市長 新井江光を中心に大里地域の合併について話し合いを始め2002年7月には各町も参加し任意合併研究会が設立されたものの2003年3月には破断してしまった理由は新市の市役所の場所について熊谷市と深谷市で意見が分かれ合併特例祭の使い道に関して大きな隔たりが あるためと報道されたが、2002年12月に旧熊谷市が行った住民アンケートにおいて、大里地区全体よりも一市三町での合併を望む回答が多かったことも影響した可能性もある。それに次ぐ形で翌月には、熊谷市と深谷市それぞれが中心となって2つの法定の合併協議会が成立した。熊谷市側は、熊谷市、大里町、江南町、 メヌマ町合併協議会であった。しかし2004年3月21日港南町の合併を問う住民投票で反対派多数という結果となり、同年5月31日合併協議会を解散した。翌日、熊谷市大里町メヌマ町合併協議会を設立し、2005年10月1日に熊谷市大里町メヌマ町が合併して、新、 熊谷市の誕生となった。一旦は離脱した江南町であったが、単独では厳しい状態にまで財政が緊迫していた。破綻、行政再建団体以降の可能性もあることが試算で出たため、危機感を募らせた当時の町長及び合併推進派長議員を中心として、再び合併に向けて動き始めた。過半数の住民による合併賛成の署名も集まり、 2006年1月30日、熊谷市へ合併協議の申し入れ、同年4月1日に熊谷市、江南町合併協議会を設置し、2007年2月13日に江南町が熊谷市に編入され、特例指定手続きを開始した。以下で詳細を記述する。合併後の住所表記。 編集基本的に合併前と同一の地名とするが、大技を関する住所については、大技を削除した。例外として、旧熊谷市、旧目沼町、旧江南町の以下の住所表示に関しては、同一もしくは類似しているため、旧目沼町及び旧江南町の住所表示について、旧町名を付けた。合併推進構想、編集埼玉県が策定している。 埼玉県市町村合併推進構想では、構想対象市町村の組み合わせとして、大里地域の組み合わせに、県民の意見を取り入れ、行田市を加えた、熊谷市、行田市、深谷市、河南町、寄居町という組み合わせが提言された。一方で、平成の大合併期においては、熊谷、行田両市ともお互いを、合併検討対象として挙げてはおらず、この構想が発表されても、 負荷や、より意含めて、合併を模索する動きは特に見られなかった。広域行政、編集一部事務組合過去に設置されていた一部事務、組合協議会熊谷市議会を参照。ショッピングモール、ティアラ21年間商品販売額、8144億4500万円事業所数は2545で、 このうち卸売業は六百七十二事業所、小売業は千八百六十一事業所となっている。年間商品販売額八百四十四億四5百万円のうち卸売業が五千九百五十三億円、小売業が二百九十一億円。以下に特筆すべき小売店舗について記述する。大型店舗市内には、百貨店や駅ビル、駅直結型ショッピングモール、 ロードサイド型ショッピングモールが存在する。百貨店としては、国道17号と国道407号の交差点に8階建て地下1階の八木橋百貨店がある。1961年に開店して、以来、八木橋デパート、八木橋などと呼ばれ、市民から親しまれている。また、熊谷駅北口においては、駅ビルワズ熊谷、ティアラ21、日東モールの3館が、 ペデストリアンデッキで結ばれており、集合的に熊谷駅直結の一大ショッピングセンターとして機能している。このうち、日東モールは2002年までの間大英がその売り場面積の半分を占める形で各店舗として出店していた。一方で、ロードサイド型店舗においては、八木橋百貨店近くにイオン熊谷店でそのほとんどが構成される熊谷片倉フィラチャーが 国道17号、熊谷バイパスと国道407号目沼バイパスの交わる大交差点には、ケーズ電機やトイザラスを各店舗とするビッグベアが、同じく、目沼バイパス沿いの旧熊谷市と目沼町との境界付近に霞屋コメディを各店舗とするイール目沼がある。家電量販店、熊谷市は家電量販店間での価格競争が特に顕著な地域の一つである。 1990年代までは国道140号沿いにあった山田電機熊谷店と国道407号沿いにあった小島熊谷店の2店舗間においてつかず離れずの穏やかな競争が続いていたが1990年代前半に山田電機がそれまでの熊谷店を移転し国道17号熊谷バイパス沿いに郊外型のテックランド熊谷店として開店させてからは 小島の店舗が小規模な上に老朽化していたこともあって集客率において山田電機に差をつけられていた。しかし2005年1月、小島が熊谷店に隣接していた土地を取得し、店舗の面積をそれまでの倍以上にし、さらには国道17号からの侵入も可能にしてアクセスを向上させ、深谷市にあった深谷店と合併する形で、 ニュー熊谷店を開店させた。山田電機もこれに対抗するように、同年4月に、小島からおよそ500メートル離れた同じく国道を407号、メヌマバイパス沿いにテックランド、熊谷本店を開店させ、市内に店舗の体制とした。翌2006年には、PC デポコーポレーションが、それまでエキスポ熊谷店として営業していた店舗を、 pc デポ熊谷店に改装して他店に対抗した。さらには2007年4月6日に電吉が新堀地区に熊谷本店を開店させた。2013年5月25日には野島が日東モール内に熊谷日東モール店を開店させた。2014年5月3日には小島ニュー熊谷店がリニューアルし、小島ビッグカメラ熊谷店となっている。 2016年6月30日、ビッグベア内ちに、ケーズ電機が出店、北関東ユ有クの店舗が、目沼バイパス沿いに集結した。なお、ラオックス熊谷店が、熊谷駅から徒歩圏内にあったが、2008年6月1日を、もって撤退している。1997年にも、ギガス関西が、ビッグベア内に熊谷店を出店したが、数年で撤退している。 映画館市内には、シネティアラ21と、イオンシネマ、熊谷の2つのシネマコンプレックスがある。1990年代、市内には現在とは別の2つの映画館があった。東映配給の映画を上映する富士見劇場と、それ以外の映画を上映するシネプラザ21である。当時は、近隣市町村に、これら以外の映画館は存在しなかったために、 市外においても集客力を有していた。しかし、富士見劇場は老朽化のため閉館し、東映系を引き継いだシネプラザ21はその時点での熊谷市唯一の映画館となった。2000年11月16日にマイカルが国道17号沿いに熊谷サティを出展すると同時にシネプラザ21の倍の規模を備えたシネマコンプレックス。 ワーナーマイカルシネマズ熊谷を併設した。大型車も利用できる大型駐車場を備え、買い物もできるとあって、盛況となったが、一方で、シネプラザ21はそれまでの客が奪われていた。また翌年のマイカル経営破綻の際にも、開業して間もないこともあって熊谷サティの客足は、衰えず会社構成のための整理対象店舗のリストに乗ることはなかった。 そして2003年9月30日、シネプラザ21営業元の高野羽根工業は、1年後、シネティアラ21をティアラ21に開館させることを発表し、シネプラザ21を閉館した。翌年11月20日、ティアラ21が開業し、シネティアラ21も同時開館した。熊谷駅と直結していることや、ティアラ21内の他の商業テナント店舗と、 連動した割引制度などの導入を売りにしている。それから現在に至るまで、大手チェーンと地元系合わせて2貫ある、シネマコンプレックスは営業を続けている。スーパーマーケット、ホームセンター市内には20店舗余りのスーパーマーケットが存在する。特に前日のヨンベルクカスミ、イナゲヤといった4参加企業の店舗が乱立している。市内において最も多い店舗数を有するのは、 鶴ヶ島市に本部を置くベルクであり、その数は旧熊谷市域に8店舗に上り、これは同チェーンの市町村別出店保数でも一番多く暖かく育てていただいたとして、同社創業の地の秩父市と共に各500万円相当の品が市に寄贈された。それに次ぐ3店舗を展開するのは川越市に本部を置く八尾港であり、 ショッピングモール、ニットウモールの中にも出店している。また、埼玉市のマミーマートは熊谷を呼び、籠原地区に、霞は、目沼地区に、それぞれに店舗を有している。このほか埼玉コープ、籠原地区に、西遊、港南地区に、稲毛や一店舗存在する。なお、かつて市内に存在したスーパーマーケットとしては、日井や金華堂、大英丸越、 鳥船などがある。また、ホームセンターに関しては、京王デーツが2店舗、その他席中とコメリが、それぞれ1店舗ずつ存在する。ホテル、熊谷駅、鹿原駅周辺にビジネスホテルを中心に、多少のホテル、旅館が点在する。スマイルホテル熊谷、ホテルシティフィールド鹿原、サンルートホテルガーデンパレス、ホテルサンルート、熊谷駅前。 マロードイン、熊谷、熊谷ロイヤルホテル鈴木、キングアンバサダーホテル熊谷、東横イン、熊谷駅北口などがある。港南地区には、リゾートホテル、四季の湯温泉ホテルヘリテージが所在する。目沼地区には、かつて珍しいラドン温泉の、目沼ラドン温泉ホテルがあった。金融機関、証券会社市が、指定金融機関に指定する、埼玉リソナ銀行、 本店が所在する埼玉県信用金庫、熊谷商工信用組合、メガバンクである水穂銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、JA バンク、地方銀行である武蔵野銀行、他県の地方銀行である群馬銀行、足利銀行、第四北越銀行、八十二銀行、東和銀行、その他中央労働金庫、商工組合中央金庫、飛鳥信用組合、 花信用組合といった多数の金融機関の支店が市内各地に所在する。証券会社は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、野村証券、水戸証券、SBI 証券、武蔵証券の店舗がすべて熊谷駅の徒歩圏内に所在する。製造品出荷額7361億6322万円製造業に属する。 事業所数は754ある。主な工業団地としては、熊谷工業団地、上野工業団地、大津が原工業団地、目沼東部工,目沼部工業団地、目沼西部工業団地、船木台工業団地などがある。主な企業農業産出額、120億4000万円、荒川や利根川などの大規模な河川によって形成された肥沃な中石平野が、 地域の大部分を占めるため、市街地や住宅地、一部の丘陵地帯を除いた6128ヘクタールの土地が高地として利用されている。現在では、地産地消を促進するため、熊谷のブランド農作物を育てる動きがあり、小さな野菜、ミニ熊をはじめ、地元産の小麦による熊谷うどん、メヌマネギなどの生産が意欲的に進められている。 なお、農業生産額の内目のマネギをはじめとする野菜が44%を占め、ついで米が23%、麦類が10%、生乳など、その他が23%を占める。以前の有効都市地域は、合併当初、旧熊谷市域においては、合併前に分類していた合地区を継承し、他の旧山頂域においてはそのまま一つの地区として扱っていた。近年では、 北部地域に、目沼地域を統合し、荒川院南を統合して、南部としていることが多い。さらに下の単位では、主に私立小学校区単位で、地域を分類することが多い。大学専修学校高等学校中学校、小学校特別支援学校学校教育委員会の、施設埼玉県立熊谷高等技術専門校、埼玉県公安委員会指定自動車教習所、 埼玉武蔵ヒートベアーズ詳細は、埼玉武蔵ヒートベアーズを参照プロ野球独立リーグであるベースボールチャレンジリーグのチーム。2014年1月に市内に本社のある株式会社イーストジャパンアップにより、株式会社埼玉県民球団が設立された。発足当時の球団名は武蔵ヒートベアーズ。 熊谷桜運動公園野球場を本拠地とし、活動範囲は埼玉県全域で、その主要エリアは県北エリアとなる。2014年6月24日に正式加盟承認、7月に決断式と球団ユニフォーム、チーム編成のお披露目が行われた。2015年よりリーグ戦に参加。4年目のシーズン終了後の2018年10月、球団名を 埼玉武蔵ヒートベアーズに変更した。パナソニックワイルドナイツ詳細は、パナソニックワイルドナイツを参照社会人ラグビーの全国リーグである、ジャパンラグビートップリーグのチーム。現在は、隣の大田市に本拠地を置いているが、2019年2月に、投市への移転を県及び市に伝達。2019年3月には、県、市、パナソニックが移転に向けて、 協定を締結し、以降選手が市内のイベントなどに出演するなど、するようになっている。アルカス熊谷詳細は、アルカス熊谷を参照女子7人制ラグビーのチーム。他にも、テレビ埼玉の情報カメラが、八木橋百貨店屋上に設置されている。私立、または、主管活、編集目沼行政センター、大里行政センター、港南行政センター、 熊谷市立文化センター圏の出先機関、編集権管轄の機関警察局の出先機関、編集国土交通省構成、労働省法務省財務省防衛省国が所管する機関、編集裁判所、編集その他主要公共施設、編集民間公共事業者支店等、編集熊谷駅北口ほか、高崎線熊谷駅の隣駅である、行田駅が、区下地区と接している。 上野駅発着列車の他高崎駅、籠原駅方面から、新宿駅あるいは、上野駅、東京駅を経由して、東海道本線平塚駅、小田原駅、熱海駅方面へ直通する列車である愛称、湘南新宿ライン及び、上野東京ラインも運行されている。データイムは、おおむね合計6本、それぞれ1本2本3本の割合での運行となっている。市内には、 バスターミナルと呼ばれる施設は設けられていないが、市内を走る大多数のバス路線が、熊谷駅北口、南口ロータリーを発着しており、鉄道と同様に、熊谷駅が市内におけるバスの中心となる場所と言える。一般の路線バスは、かつては東武鉄道の東武バスが、市内外各地へ多数の路線を運行していた。その後埼玉北部、 群馬県などの通称量モデルタ地帯で進行したモータリゼーションの影響を強く受けて多くが廃止されたが当時は埼玉北部地域の中核都市として発展してきたこともあり周辺市町と比べれば残った路線が比較的多く現在はグループ会社の国際中央交通と朝日自動車が熊谷駅発着路線を承継して運行を続けており他の地域を 市のコミュニティバスで保管している。また、秩父鉄道が路線バスを営業していた時代もあった。コミュニティバス、編集一般路線バス、編集高速路線バス、編集現在運行している高速バスは、空港連絡バスで、国際中央交通が、空港側のバス事業者と共同運行している。観光バス事業者、編集タクシーの営業区域は、県北交通圏に含まれる。 ここでは市内に営業所を構えるタクシー事業者を掲載する。高速自動車国道市内に高速道路は通っていないが、当市を取り囲むように、周辺市長を関越自動車道、東北自動車道、首都圏中央連絡自動車道、北関東自動車道が通っており、それぞれのインターチェンジからは国道等の一般道による当市への接続ルートが形成されている。 そのうち、熊谷市、熊谷市観光協会では、以下4つのインターチェンジからのアクセスを案内している。他、東北自動車道加造インターチェンジが、国道125号、北関東自動車道伊勢崎インターチェンジが、国道17号1本で結ばれている。一般国道主要地方道一般県道道の駅、熊谷市政定道路愛称市道と県道の一部に、 制定その他慣習的に使われる道路通称など公園別府沼公園と衛生センター名所監禁員の聖典道のを守る寺の主労道とアジサイ史跡天然記念物旧石県選定重要遺跡音楽西とはあち町サミットなどを通して交流が行われている行政観光ありがとうございます